5GTV。 Mm. Mm. Looks Put delicious. Like yeah, I think so. Yeah, I'm very hungry. How about you? Yeah, me too. Yeah, what are you thinking about? Hey. Here we go. Yay. All right. Wow. This looks really good. Yeah. I can't wait. Delicious. Mm. Let's eat. All right. Okay. I have an interview from now. Oh, yeah? That mm-hmm. sounds great. It's great. Yeah. But I'm nervous. You don't need to be nervous. You'll be fine. Okay. You can do it. I can do it. You can do it. Thank you. コミュニケーション学部の柳木遥香です。高校まではずっとソフトボールを続けていて、高校のソフトボール部が結構強豪だったので、全国制覇を仲間と目指して日々部活に打ち込むという生徒でした。スポーツ少女でした。ソフトボール部の仲間とかはソフトの進学先行く子が結構多かったんですけど、私はソフトボールと同じぐらい英語がずっと好きだったので、その英語を将来の職業に生かしたいなと思ったら、なんか留学とかのできる大学を選ぼうと思って、留学制度がとても充実している北陸大学を選びました。北陸大学では、私ずっと1年間留学したいなと思っていて、1年間留学して4年間で卒業したいなっていうのがあって、その北陸大学の場合留学先での単位が認められるので4年間で卒業できるなっていうのがポイントです。4年間で卒業で1年っていうのは結構いろんな大学でできると思ってるんですけど、なんか自分の行きたい国に行くとか自分の行きたい場所に行けるっていうのが北陸大学の良さだと思います。なんか頭がいいとか TOEIC の点数が高い生徒から面接をして、じゃあこの子は第一志望行かせてあげようとかなると思うので、自分のみんな行きたいところに、オーストラリアだったらオーストラリアとか、アメリカに行きたい子はアメリカっていう風に行けたので本当に良かったです。私は本当ずっとアメリカに行きたくて、それはずっと決めていました。アメリカの UCR っていう大学です。本当行きたかった場所だったので、行って帰りたいとかも思わなかったし、なんか毎日楽しくて、あと一日一日無駄にしたくないなと思っていろんなことにチャレンジしました。例えば分かりやすい指標でいく TOEIC だったら300点台だったので、正直その元々の技量がなくても行かせてもらえたので、そこでやっぱり やらせてもらったからには頑張ろう、親にもやっぱりやらせてもらったから頑張っていろいろ返したいなと思って頑張りました。留学前は325です。今3年の春に940まで上がりました。その時よりは喋れるようになりました。こういうことをしたいっていう自分になったよっていう感じのことを言います。はい、はい、お願いします。When I entered university first, I didn't know what I really wanted to be and what I really want to do. Like, I didn't know what I am. But right now, I know what I really want to do. And I want to be an English teacher. So,I think you guys can find out what you really want to do in this university. なんか何をしたいか分からなかったけど、今は英語の先生になりたいです。なのでみんなも北陸大学で見つけられると思います。みたいな感じで。AO 入試で入学しました。AO 入試ではグループワークなどをして、その生徒学生の個性を見てもらったり、その生徒学生がどんなことに興味があるのか、語学だったり海外の興味関心などを見たり、もう一つは面接をしました。なんか面接でも興味関心を見てそれを評価するっていう入試です。筆記試験は全くありませんでした。どういうふうに頑張るっていうその意思を見てもらえるのかなって思います。他に AO 入試を選んだ理由としては、1年間の留学で本当に費用がかかるので、親への負担が大きくなるので、そこで少しでも学費が免除される入試っていうのを選びました。その後継続条件として、もぐもぐでの活動、もぐもぐっていう大学内での活動とか、
語学のイベントだったり、その学生スタッフとして大学に貢献することでポイントを稼いで、そのポイントを貯めることによって継続できるという形になっています。私はもぐもぐのアシスタントスチューデントとしてイベント企画をしていたこともあったし、まあ、他のイベントに自分が参加者として参加することもあったし、留学もそのポイントの一つになります。で、なんかそういうふうに活動していくことによって先生方と関わって身近な存在って感じることもあるので、ポイントを貯めるために最初はやってたけど、それが逆に良い風に変わっていったっていうふうに思います。留学から帰ってきてから、まあ、スピーキングとリスニング、聞くこととか話すことは大体、まあ、できるようになったんですけど、この文法とか語彙とか、まあ、専門的な日常会話であんまりつかない部分とかはやっぱり全然欠けていたし、受験勉強とかの部分も欠けているので、あと先生方にいろいろ質問して、その文法とか語彙っていうところを詳しくやりました。話してる中で、あ、こういう文法確かに使ってるなって聞くことはあるんですけど、もともと知らない、もう結構深いところの奥深い場所まではやらないとわからないので、奥深さを教えてくれるし、やらそうやらそうとされない、なんか絶対やらなきゃいけないんじゃなくて、やりたい学生に支援してくれる、サポートしてくれるっていう感じが、なんか自主性を重んじてくれてやりやすいです。やっぱり留学の時みたいに日本では英語を聞く機会いっぱいないので、そのネイティブの先生から英語を授業を通して聞くことができるっていう良さもあるし、日本語で詳しくやってくれるっていう良さも両方あると思います。大学入学の当時は正直何をしたいかは全く分かってなかったんですけど、1年生の時に教職を履修し始めていて、それは一応取っとこうみたいな感じで取ったんですけど、留学を通して自分の英語力が思った以上に伸びて、また大学帰ってきて先生方に奥深さ、英語の面白さとか奥深さを教えていただいて、あと留学でなんか日本人のなんか英語の発音に対するコンプレックスって持たなくていいなと思って、アメリカだったらメキシコなまりだったり、まあ、ヨーロッパのなまりとかいろんな英語をみんな話してるので、そういう英語って正解、この英語じゃないとダメとかないんだよっていうのを教員っていう立場から生徒に教えたいなと思って、それをいろいろ経て教員を目指しています。世界面白い、まあ、1年だけだけど、その楽しかったこととかみんなに経験してほしいことを伝えられるようになりたいです。本当にそのスポーツを頑張ってる学生の気持ちもよくわかるし、その子たちにも今からスポーツをずっと続けてももちろんいいし、ちょっと路線を変更してもいいし、いろんなことが分かる、正直ちょっと分かると思うので教えてあげたいです。北陸大学はそこにいたくなるような場所です。なので今はもう毎日授業がなくても来たくなってしまうような場所だし、例えば卒業してからも絶対来たいなって思うと思います。変わらずなんか教員になってからも生徒に教えたり、なんか大変なこともあると思うけど、そういうのをまた相談したいなって思うような先生方がいっぱいいます。北陸大学でやりたいことが見つかると思うし、だから今これをやりたいっていうのが明確になくてもいいと思うので、北陸大学に来て、まあ、その授業とかいろいろ経験していく中でやりたいことを見つけられればいいなって思うし、それをサポートしてくれる環境が本当に整っていると思うので、そこはぜひいいポイントなので、はい、おすすめしたいです。 5GTV